この動画には以下の要素が含まれています。今回は私たちの番なんですね。モダン王はレイヴンクルズ側しばらくお休みするそうですが、で、今回の航空機役パトですかね。そうです。こっち一つ点だと F16 だと思いましたよ。このゲームのコックピットのモデルは F16 しかありませんからね。C52 や A1 でのコックピットが F16 なのはわかりました。まあ、しょうがないですね。2番ですね。こっちは総員35ですか。それは発射。敵の本体が来ましたね。フレアで確実に感知できるのにですよね。アムラームを撃ち崩しました。最後はミラーでの作戦戦ですね。フレアを叩かれましたね。2発目撃ちます。あ、たまにありますよね。Bandits in gun range。ダンス入れてますかね。難しいですね。不足しますね。おっと。ダンス入れてそうです。敵と敵飛んでくる。どうだまだ。とりあえず敵の後ろに着きました。連中です。よく狙って。結局外してしまいました。観光のリロードが終わるのを待たないといけないみたいですね。まあ装甲車も目が悪いせいで警戒から4、5センチの距離で行きますから、ついていくのがやっとらしいですよ。つまりリロードが終わるまでに食らいついている保証がないと。残り時間がやばいですね。キルできますかな。残り5分。できたので良しとしましょう。今回はC5任務ですね。 AGM-88 イヤーガムを6発積んでいます。メガホでは4発だけでしたね。6発積めるようになったのは大きいですね。マグナム。フレアなしでいけますかね。でも怖いのでフレアを使います。マグナム。マグナム。アーダムの弾丸残り1発です。あんなに遠くに本当に。マグナム。アーダムの弾丸ゼロ。あとは適当に敵を落としてから帰りましょう。あとは最後はインターですね。では離脱します。こうやって景気を見るのも楽しいですね。
本当に詳しい人ならボタン一つ一つの意味がわかるんでしょうね。方位30ですか。気がついたらマッハ 1.6 に到達しそうです。到達しましたね。先ほどと同じく8キルですね。今度は F15EEGBU54 レーダー JDAM を6発搭載しています。第一攻撃ミッションなので F15E の本領発揮ですね。とりあえず容器についていきます。容器が投下しましたね。容器はまだロックオンできません。接近しますか。しますかね。最大水力でいきます。一応スナイパーで捉えてるんですがまだロックオンできませんね。浮遊ドン爆弾を積んできた方が良かったかもしれませんね。やっとロックオンできます。ミサイルです。ペコペコ。接近は危険ですね。頭に来ました。巡航ミサイル弾積みですか。搭載数は少なくなりますが遠距離から攻撃できます。発射。ロックオンできませんね。ロックオンできるまで接近します。気をつけてください。もしかして近距離はダメなやつですかね。まだ時間ありますし一度反転して再接近しましょう。ですね。この距離長。ロックオンできないことはないですね。発射。もう一度アプローチします。今度こそいけそうですね。時間がないのでこれが最後のアプローチになります。発射。もう時間が4秒。当たることを信じて。6キルですか。JDAM と JSSM を混載した方が良かったですね。今回はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。